大森さん、はい、この皆さんがデビュー以来楽曲を作る際に心がけてきたことっていうのを改めてちょっと教えていただきたいんですがよろしいですかはいデビュー以来心がけててきたことを楽曲に対してですね、えー、そうですね基本的に僕大森が作詞作曲を手がけてるんですけどもん当時結成した時が16歳とかだったので高校在学中だったんですけどもそ,、ねはい、その時から なんだろうなもう将来で例えば5年後10年後、えー、歌っててもおかしくないような楽曲を書いていきたいなと思ってずっと作っていましてそれは今も変わっていなくて今の感情を書きながらもなんかこう未来の自分がきっと聞き返した時に恥ずかしいって思わないようなというか未来の自分もそうだよなってこう思えるような,なんかどこか自分に対して書いてるところもあると思いますはい。 その時その時で描く未来って変わってきたりもすするものなんですかそうですねでもなんかこうでありたいなとか <laughs> きっとこれは忘れちゃいけないなみたいなそういう自分を奮い立たせるこう指針みたいな意味でも書いてる部分はすすごくいいにあると思いますそれであの今回のような CM とコラボレーションした楽曲を制作する際にこう作曲に対する意識の違いとかってあるんでしょうかそうですね、まあ ないようなまあでもあるのかそうですねやっぱりこう一つ題材をこう用いるのでその場合に自分の中でこう共通項があるものだったりとかそうだよなってやっぱり腑に落ちる部分でのこう作業だと思うんですけどうーんこう。 コラボレーションだからといってなんかこう全部なんかひっくるめてもそのことだけを書こうみたいなことはあまり意識していなくて自分のこう生活して生きてきた中でああこ,のこの理念が一緒だなとか,なんかきっとこう通ずる部分があるなっていうところとこうリンクをさせていただいてえ書くっていう感じですねだからすごくきっかけを与えていただいているようなそんな感覚ですね。ななるるほど、はい、となると あの大森さんご自身の中にもあるものが改めてこう浮き彫りになるというかそそうですそうでですす、うん、なかなかこう自発的に自分らのアルバムの曲を書いたりとかっていうことではなくこういう題材があるってなった時にああそっかそれ確かに自分の中にもしっかりとあるなあみたいな確認をするところからえ共感をするところからやっぱり始まっていくのでえ普段の制作のスタイルとは うん、根幹は一緒なんですけど、はい、やっぱりその、うん、きっかけを与えて頂い,い,い,いてる感じですね、はいはい。ありがとうございますなるほど、あのー、今回この「新型フリード」の新 CM ソングを手掛けるにあたりまして今回はこの楽曲どんんな思いでで作られたんでしょうか今回「ファミリエ」という楽曲であのまあドイツ語で「家族」って意味なんですけども、まあ、家族といってもまあいろんな形ももちろんありますしなんか家族がどうっていうよりかはつながりみたいな 意味で人と人とのつながり何かこうあった温かいものみたいなものから着想を得ましたね。やっぱこう車で、うん、こうそこでしか、うん、巻き起こらないやっぱりこう空気感だったりとか、うん、何かこう運ばれているような運んでいるような温、えー、かい空間だと思うのでそういうところから今回は着想を得ましたね。 インスピレーションを得たということなんですね。はい、あの先ほど皆様にも新 CM ご覧いただいたんですが、もうまさにこの新型フリードと今回の楽曲「ファミリア」とてもマッチしてるなというふうに感じました。ありがとうございます。はい、のこちらこそありがとうございます。<laughs> あの歌詞や曲を通じて伝えたいメッセージどんなことがありますか？<laughs> あのー、車まあもちろん運転される方だけじゃなくて。 えー、後部座席に乗られるお子さんだったりとか、うんえー、例えばこう恋人だったりとかいろんな方とのなんかそういう共有する場所だったりとか自分だけの時間になれる時間,じ時間になれる場所だったりとかもすると思うのでなんだろうなうんやっぱこう愛だったりつながりだったりとかうんなんかこう自分をこう思い返すような。 えー、そういうものが伝わるといいなと思って書いていきましたねか歌詞に、あのー「僕が運ばれる街」っていう歌詞があるんですけど何かなんだろうな自,自分が運ぶあ違うか僕僕に運ばれる所そ,そうそうそう僕に運ばれる街っていうのがあってなんかこう僕が運ばれてるんじゃなくてそうね 僕が運んんでるんだみたいななんていうのかなこの例えば車窓っていうんですか窓ガラスだったりとかこう小さいお子さんが後部座席からこう窓を見た時にこう景色がわーって変わっていく様子とかってなんか僕はすごく絵画のようだなとすごく思ってなんか景色を私が運んでるみたいな,なんかそういうのがすごくこうわっと目に浮かんだので。 なんかそれを温かくもこう鮮やかな楽曲として描けたらいいなというふうに思いました。はい、なんか今のお話踏まえて、また改めてしっかり支援も進んだという気持ちになりました。はい、そして、今チームワークの感じられました。<laughs> 皆さんの今の心を知りたい。はい、はい、ありがとうございます。<laughs> はい、真ん中の今カメラに目線を案内しております。よろしいでしょうか。 はい、じゃあ店数の皆さんから見て、今度左手側のはい、目線カメラの方に目線をお願いします。今、左手のカメラの皆さんに目線をご案内しております。左手の方のカメラさんにご案内をしております。